やっほー、こんばんは、どうもこんばんは、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 こんばんは。前髪が伸びた気がします。翔一さん、クマありがとうございます。ありがとう、クマありがとうございます。にゃん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 、ツイートしようかな、ツイートをいたしましょうかの。ツイートツイートツイートした。前髪伸びたよね。明日の公演までにちょっと切るか迷う。本日も皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。連休明けでしたけどね、乗り越えて素晴らしい、素晴らしい。一光さんお疲れ、お疲れ様。陣来さん、今日もね、普通に家出るときに、家出るときだからもう昼とかにケープ使ったんですけど、もう取れちゃった、暑すぎて取れちゃった。今日本当に暑くてさ、びっくりした。私、ゆずきちさんありがとうございます。タコ10個ありがとう。今日の午前中スイパラ行ってきたん？おお、私は午後夕方に行ったよ。たけさんありがとうございます。もやし生活さんお疲れ、お疲れ。つなさんタコ10個ありがとうございます。カムカムさん涼しい、ありがとう。そう、今日はお仕事終わってからスイパラ行きました。 STU と今スイパラコラボしてて、広島パルコ店さんの方に行ってまいりました。期間中に行けてよかった。もうね、結構ギリギリなんだよ。広島のコラボは20日までなので明日明後日までですので、そう、滑り込んで行ってきました。イエイエイエイ、なんかね、すごかった本当に。店内も STU 色だったよ。大きいさ、モニター、なんていうのかな、モニターみたいなところにも STU の、6周年コンサートの映像だったり公演だったりが流れてて、私映ったとか言ってました。カズさんありがとうございます。一緒に行くんじゃなかったのってごめんごめんごめんね、先行っちゃった私、ごめん。そうだねみーくん、そう、4人、いや5人、5人で行った。あれ5人6人
あれ、私は何、私でしょ、リコちゃんでしょ、サコちゃんでしょ、とマイキューさんとソラハさん、5人ですね、プラスマネージャーさんで、全員で6人。そうそうそう、全員合わせたら6人だね。え、ドヤドヤ行きました。よかった、行けてね。ライブ映像さ、ずっと流れとるの楽しいよね。曲もそう、 STU の曲が流れてて、うわーってなった。誘ってくれよって、あー、ごめんねごめんね、ちょっとまた次の時誘うよ。そうそうそう、ちょういちさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。お疲れさん、いいねいいね、ありがとうございます。そう、私はね、ヤンヤンのカレーを食べました。サーヤンの、高尾さやかちゃんのカレーを食べたんですよ。私ツイートとかもしたので、よかったら見てください。そう、旨味しかないやん、 STU も野菜も大好き、今カレー食べた。ヤンヤンカレー、何食べようって迷ってヤンヤンにした。そしたらね、そのあ、もやし生活さんありがとうございます、ほじ、ほし、かずささんもありがとう、ゆるまさんめっちゃかわいい、ありがとうございます、ありがとう。え、そうなよね、とてもやんやん、とても嬉しそうでしたって。そう、私お店に行ってカレーをこう運んできてくださって、頼んで、それで写真撮ってね、やんやんに送ったの、メッセージ送ったの、あのカレーとやんやんのねコースターを並べて、私がこう手ピースして手だけ写す、写してね、やんやんかつなうって言って送ったらさ、もうなんか秒で既読がついて秒で返信返ってきて、なんかすごいすごいねすごい喜んでくれてて、びっくりしちゃった。そんなさ、そんなにあ、こんな喜んでくれるんだと思ってびっくりしちゃったちょっとね、笑っちゃったの、嬉しい、泣き泣き泣き、あ、顔文字ね、泣き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 って顔文字で誰もカレー食べてくれるメンバーいなかったのって言ってたからちょっとちょっとそうなのって言って、わらわらってって返しました、ありがとう、泣き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 って。そう、知らなかった、そうだったのねこんな喜んでくれると思ってなくて、なんか、あ、こちらこそありがとうございます美味しかった、めっちゃ美味しかったよ。あ、そうなの食べてくれるメンバーがいないって悲しそうだったのそんな、そうだったのね。もう本当に美味しかった、なんかね、本当にね、絶妙な辛さなの、絶妙な辛さでピリッと辛くて、レビュー書いたのであの高尾さやかさんのツイッターが引用リツイートしてくれてて、そのリプにちょっとレビュー書いたのでご覧くださいすごいね、美味しかったです、夏にぴったりだよ、色とりどりでね、夏野菜も素敵、そして何よりね、あの料理名が素敵です
ライスキーマカレー。え、そう、そう、返信来てたよね。ちょっとね、さっき見たの。ちょっとまだいいねしてなかった気がする。さっき見てね、すごい笑っちゃった。そうやん、そうやん、最高やんって思って。いいね、いいねしとこう。そう、めっちゃ笑ってたの、さっき。うまみしかないやん、店主って。そう、これにそう、すごいさ、笑ってるさ、顔文字のリプしようかなって思ったんだけど、なんか、もうこのまま綺麗に、綺麗に終わらせとこう。そう、店主さんから返信来てて、すごい、すごい、嬉しい。素敵なお店ですね。お客さんに。優しい素敵なお店。美味しかったですよ。え、どうなんだろうね。私が辛いのは多分人並みに食べれるんですけど、でも本当に辛すぎたら食べれないじゃん。でも本当に程よい辛さ。うまうまでした。そう、それとランダムホットなんだっけ、ココアじゃない方、カフェオレ、ランダムのカフェオレ頼みました。パシェだった。パシェを飲みました。私、そう、カフェラテ。なんかね、ちょっと時間がね経っちゃったら上のあれがシュワシュワになっちゃうから、シュワシュワになってちょっと絵画みたいになっちゃうと、なっちゃうから、皆さん飲まれるときはね、早めに写真を撮った方がいいね。山猫坊主さん、クマありがとうございます。ありがとう、ありがくまです。そう、パシオーレ。そう、パシからもリプが来てた。笑っちゃった。ちょっと返信悩んだもん、私しばらく。あ、これどう、なんで返そうって思って。そう、山井さんめっちゃかわいい、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。そう、どうやら私の体内に今パシェがいるらしい。パシェと今一心同体らしいです。一光さん、タコありがとうございます、ありがとう、ありがタコ。結婚は、いや、キーさん、ひょういちさん、クマありがとうございます、あれがクマです。そうだから私、席がね、お隣にソラハさんが座ってたから、ソラハさんパワーかなって思って。ソラハさんパワーだーって思って。そう、一緒に僕で写真撮りました。いいよね、ランダムってさ、楽しいよね。どのメンバーが来るか分かんないからドキドキワクワク。楽しかったです。
スイパラは果物も食べれるんですよ。私あんまりこれまでスイパラで果物は食べたことなかったので、初めて食べたな今回。カズサさん星10個ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。そう、めちゃめちゃ大きい大きい立派な桃を食べました。桃、あ、スモモはなかったな。そう、桃をね、フォークとスプーンじゃない、フォークとナイフを使って食べた。ナイフを使っ、フォークとナイフでお食べくださいみたいなこと書いてたので。家だったらでもさあ、絶対絶対 もっと豪快に食べてるなって思いながら、ちゃんとこうお上品に頑張って食べたら、いや意外とうまくいった。ナイフで切って、フォークでこう皮むいて、またナイフで身を切って食べたそう、お上品に食べさせていただきました。家だとそうはしないけどね。あ、家でもそうしてる設定の方がいいちょっともう手遅れかもしれない。ということで、今日はとてもハッピーな一日でした。よかった、行けて。チカッパ祭のチケット取ったようで、そう、チカッパ祭のチケット受付が今日の19時から開始されておりますので、ぜひ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 、大阪ですなんかステージ名がね、確かなんか可愛かったよ。明太子ステージだっけ、明太子ステージとなんとかステージで、私は明太子ステージの方に出させていただきます。博多チカッパ、チカッパ要素。そうなんで、飲み物をね、私頼まんかったんやけど、ちょっと後悔した。結構結構みんな頼んでたから、頼めばよかったなって思って。リコちゃんドリンク2個も頼んでた。こちらこそ。
あ、今こちらこそと言ったのはあれです最近1000回の配信多くて嬉しいって書いてるかと思って、こちらこそ話してくれてありがとうって意味で言ったんですけど、よくよく見たら最近サワカリン誰誰誰誰、セアカリンならどんなメニューを提案するんやろうって、どんなメニュー、なんだろう、思いつかんね、考えるってなったら多分難しいよね。あ、チルドリンクいいじゃん、これで一緒にロングスリープ、さやかりんの睡眠導入剤なんかちょっとダメかもしれん、却下されるかもしれん。ちょっとそれはダメだね、さやかりんのチルタイム、ちょっと怪しい感じになっちゃった。スパイのやつもいいかも、スパイのも好きなので、勇者求む、さやかりんのクエン酸100倍ドリンク食べた、変なのしか思い浮かばん。そう、君は飲みきれるか的な。ダメだね、ちょっとダメだ、危険な方向性に行っちゃうのでもうやめた、可愛いのがいいな。さやかりんのさやかりんご飴、さやかりんご飴にしがいいな。ちょっともしまた次コラボさせていただく機会があったらメニューを出していただけるように頑張ります。その時はみんな食べてね。焼きりんご、さやかりんご、さやかりんごタルト、マッチキューさん、あ、ファイト、ファイト、ありがとうありがとうございます。あ、りんご丸ごと、さやか飯店プロデュースのチャーハン虎さん欲しい、ありがとうございます。飯店、伝説のチャーハン、よいちさん、いいね、いいね、ありがとう。
チェはね多分あなんかあれだよねちょっと厳しいよね、ちょっとはい、いろんな都合により厳しいよね、難しいですね。腹出し巻き卵え、あり、私出し巻き卵好きなんですよね。もう最近あんま食べてない。私がずっとね好きでほぼ毎日食べてた時期があったんですけど、その私が買っていた卵、だし巻き卵がなんかもうどうやら販売されなくなっちゃったみたいで、いつしかもう売られなくなっちゃってて、あんま食べてないな最近。そうなのですよあらあらってあらあら、すごい素敵だった。 STU 一色で店内素敵だったな。カニカマ、シタラバ、シタラバにハマってる時期もあったなんか特定のものにハマるんですけどね、ブームがあって、そのブームはそればっかり食べちゃうんですけど、もうシタラバも最近食べてないな、最近食べてない。チルードリンクもねハマってた時期ハマってたんですけど、なんかもうあれももうあんま見なくなっちゃった、売られなくなっちゃったので最近飲んでないな。キレートレモンはハマってます、ずっとハマってます。実はさっきも、そうなの、さっきもね、さっきでもないやそう、一旦お家帰ってきてから、あ、キレートレモン明日公演もあるし、キレートレモンのあのむくみ減少のやつ買いに行こうって思ってね、本当にそれ一本を目当てにコンビニへ行ったんですけど、コンビニエンスストアに行ったんですけど、私は後悔した。行動力あるでしょ。なんかなんでかわかんないけど、そのねコンビニに行ってから帰るまでの道のりで、なんと 2回も G に遭遇したんですよそうだからもうなんか夜ってもう私出歩きたくないなって思ったなんでだろう、そんなことないよね、私2回行きと帰りで1回ずつあったので、同じ日だったのかな、同じものでもちょっと場所見た場所はそれぞれ違ったから、え、そう 2G はきついでしょ、ちょっとなんかねもう最後の方私そのもう帰り道に会っちゃって2回目だったから、もうそっからちょっと駆け足でもう帰った、また遭遇するんじゃないかって思ってなんか嫌だったから、え、そう踏んじゃいそうにはでもなってないけどなってないけど、でもさちょっと道私が歩いててその横のね隅のなんだろうコンクリートのちょっと溝あたりにこう張ってたからいたので、
びっくりしちゃって、私多分その G がいる、虫がいるって分かってる人だったらいいんだけど、すごい一人でね変なステップを踏んでる人みたいになっちゃった踏み出そうとして一歩 G がいたから一歩戻って、なんかそうタタタタタみたいななんか急に道端でステップを踏んだ人みたいになっちゃって、でもまあ近くにそんな人いなかったのでまあ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 って思って、まあ、車とかは走ってたかもだけど、ちょっと恥ずかしかったね写真ないかないよそんな誰が撮るん、そうそう、タッタタタタみたいな、こうやって普通に歩いてたらね、タッタタタタタそう多分警戒だった夜はこれからあんまもう出歩かないようにしようって思った。ゆいちさん音符ありがとうございます。リズムに乗ってくれてる。そうね、明日はチャートリーと四国の公演があるので、チャートリー公演出させていただくのでちょっとそうですね、今日取得したステップを生かしつつよろしくお願いします。明日楽しみ。髪型どうしようかな、何にも考えてなかった。そう、もしかしたらね、私の G ステップが発揮されることもあるかもしれませんので、お楽しみに。そう、なんかね、昔、だいぶ昔だけど、中学生小学生くらいの時に、私夜の道でその G に追いかけられ回ったことがあるから、ちょっとトラウマなんですよね。唐突に出てくるからびっくりするよね。夏だしね、気をつけねばならねば。夜道で遭遇するのはね、まあ、気をつけようはないけどね。今日本当に暑かった。この夏一番暑さを感じたかもしれん。なんでだろう、もう普通に立ってるだけでさ、外にいるだけでさ、もう無理だった。暑い暑いって。あ、
鳥さんさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう、絶対私も今日溶けたと思った、自分が。溶けたと思ったね、今年一だった。仕事は屋内だったんですけど、移動するまでにちょっと交通機関使ったんですけど、もう待ってるだけで もうバスを待っているだけで、もう多分すっごい顔して私バス停に立ってた。ビルマさん、アイスありがとうございます。アイスが美味しい季節。タカさんありがとう。ヤンカさん、タコありがとうございます。ありがとう。シンタンタンさんありがとうございます。そうだから、もうメイクとか髪とかもちゃんとしてたんですけど、もう汗でもう落ちちゃったよね。明日も暑いのかな。明日も暑いのかしら。日傘はさしてた。今日メールでさ、もう暑いですみたいな暑すぎませんかみたいなメール送ったんですけど、これね、よくよく見たらね、私汗かいてるんですよね顔に。でもどうだろう、メールよく見たら書いてるの。メールで見えるかわからんけど見えなかったらいいな。日焼け止めも塗ってたよ。もちろん。もちろん。日焼け対策せねば。日焼け対策をせねばいけないな。そうね、なんだかんだ頭皮も日焼けしちゃうよね。学生の時運動会とかだったかな、でも頭皮を焼けちゃって、ちょっとやめてよ、なんか言わんとけばよかったね言わんとけばよかったね。みんながなんかメールを確認しに行ってしまった確認しに行ってしまった。ちょっと言わんとけばよかったかバスの中で、はい、そう、生き返りました、バス涼しいみたいなの、もう実は汗かいてるんうわ
もうこれ以上言わんどこ、これからは言わんどこ。でも私学んだから、次からはちゃんと。お疲れさん、涼しい涼しい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。明日はね、公演なのでね、熱くなろうと思います。ウヒって何なんか絶妙に嫌だな。ウヒってなんだ。髪型どうしよう、悩み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 。はんちゃんかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。昔からおちんさんもありがとうございます、ありがとう、ありがとう。あ、そう、今日、どうだろう、言っていいのかな、言っていいのかな。今日ね、スイパラに行って、とあるメンバーさんのご家族の方も出会って、偶然同じタイミングで、言っていいのかしら。そう、すごいね。びっくりしちゃった。メールで言ってた？びっくりしちゃった。そう、すごい。お母様も妹さんも可愛かった遺伝子の強さを感じました。とても感動しちゃった。めっちゃ嬉しかった、ちょっとお話できて。そう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 、ひなさん、あ、インスタに載ってた？ひなさんです。リサさん、星ありがとう。そう、そう、本当に嬉しかったです。ちょっとお話できた。お母様も綺麗だった。すごい。血が強い。もやし生活さん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう。
すごいよね。すごいよね。すごいよね。うん、すごいって何があって、もう私今脳内で一人でずっと会話してたから伝わった今ずっと脳内でぐるぐる一人で会話してたんだけどさんもちょっとひなさんみ感じて似てた、可愛かった。そう、遺伝子の強さ、遺伝子のね凄さについて今脳内会議してた。聖子長男さん、涼しい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ごめん、脳内通信の21世紀はついていけないんだ。あ、ごめんねごめん、そうなんだ、知らなかった。そっか、まだこの時代は、この時代はあれか、脳内共有ができない時代か。ごめん、うっかり。コーラさん、結婚は嫌です。未来人設定。でもなんかね、中学生ぐらいの時すごい未来人を信じていた、未来人を信じてた時代があったな。未来人の予言みたいなやつを信じてた。コーラさん、ありがとう。あ、結婚しません。結婚しません。平行世界。なんか、何秒後だっけ？何秒後？ 6 秒後？ 5 秒後？ 10 秒後？何秒後かの平行世界とかも信じてた。でもさ、今でも否定はできないよね。なんかこの世界はどこかの人たちから監視されてる、なんかシュミレーションの世界なんじゃないかみたいなのも信じてたそういうの調べるの大好きな時があったので、そういう系はね、いろいろ見てたね。
それ以上はいけないって。あ、そっか、そうだよね。消されちゃう、ダメだ。今のどうしよう、どうしよう。私は触れてはいけないことに触れちゃったかもしれない。どうしよう。どうしよう。もうこれ、この配信を機に私の消息がなかったら。でも多分その時はどうしよう、みんなのさ記憶からも私という存在自体が消されちゃうかもしれん。みんなの記憶からももう消されちゃう。あれ、なんかそういえば昨日の23時から12時の間って何してたっけみたいな。あれ、おはようって、なんかそういえば毎朝誰かにリプしてたような気がするけど、あれ誰だったっけ。もうこんな時間だ。なんかだ、忘れてる気がするけどってチラッと思って、でももう消されちゃってるから。あれ、そういえば明日なんか誰かの公演なんか公演、あれ、これ誰見に来たんだったっけ。なるかもですけど、ありがとうございました。今までありがとうございました。ということで、最後の壇上を読ませていただこうと思います。テロップ書こう。あ、時間あるかな、ちょっと急ごう。急げ。よし。もう急いだバージョンのテロップ。誕生います。13位、末っ子長男さん、ありがとうございます。12位、鳥さんさん、ありがとうございます。11位、カズさん、さやくんに倒し、ありがとうございます。10位、トラさん、ありがとうございます。9位、ヤマイさん、ありがとうございます。8位、ツナさん、ありがとうございます。7位、IKKOさん、ありがとうございます。6位、カズサさん、ありがとうございます。5位、ゆずきちさん、ありがとうございます。4位、ビルマさん、ありがとうございます。3位、もやし生活さん、ありがとうございます。2位、お疲れさん、ありがとうございます。そして1位、翔一さん、ありがとう。ありがとうございます。会いたいだって、会おうね。そして、明日、大吉の方はタカさんです。おめでとうございます。ということで、ありがとうございました。パチ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 。じゃあね、みんな、今までありがとう。今までありがとう。でも私は後悔はしてない。後悔はしてない。別世界のことを誰かが伝えなきゃいけなかった。設定がまだ続いてるって。そう。設定って何ですか？もし誰か、私の記憶が誰か一人でも消えてないかったら、このことをなんとかして伝えてほしい。私の意思を受け継いでほしい。